良い究ですね。 とにかくね、スーパードライですけど、とりあえず朝日がどんな商品を提供してて、どういう国に展開してるかとかね、そういう企業イメージをつけてもらえればいいかなと思うんですけど、朝日はね、ビール日本一の会社です。日本はある程度頭打ちの市場なんで、今はね、アジア、ヨーロッパ、で最近はオーストラリアね、この辺に勝負をかけて、革新的商品、朝日スーパードライを世界中に売っていこうとしてる会社です。ずっとビールでは、キリン、札幌に次ぐ3番手のとこう、あんまパッとした会社じゃなかったんですけど、スーパードライが出てね、すべてが変わった企業です。とりあえず いつものように創業から追っかけていきましょう。で、朝日ビールの創業者はこの左のね、鳥居小牧吉さんです。サントリーの鳥居家とは関係ないですけど、1800年代後半にこの鳥居小牧吉さんが大阪の堺でね、日本酒を作ってたお家柄だったんですけど、1889年に本格的にね、国産のビール作りを目指して、大阪博死、大阪ビールをね、作って、1900年代に入ると酒税の関係で、 もう100年以上ビール会社は国と追金の交付してますけど、まあ中税高騰してね、ビール会社景気悪くなって大合同しようって流れで、この大阪博士、朝日ビールの前身と、札幌ビール、あと日本ビール、これは東京のエビスビールの大元ですけど、エビスカーデンブレイスは昔の工場ね、ちなみに。とにかく今の朝日、札幌、エビスが大合同して、1906年に大日本ビールになります。 なんで結構長い間、朝日も札幌も恵比寿も同じ会社だったんですけど、戦後1949年ね、GHQ の加藤経済集中排除法で、また分割対象になって、日本をね、名古屋で右左でぶった切って、北海道から名古屋までは恵比寿と札幌が。 名古屋より西は朝日がやりなさいってことでね、分かれます。地域的に住み分かれます。で、1989年にね、カタカナになって朝日ビールになりますね。ただ、この2年前に1987年にあれが発売されます。朝日スーパードライっすね。これが大ヒット大ヒットで、それまでキリンビールがね、圧倒的な6割7割のビールシェアを持ってたんですけど、スーパードライが発売されて、十数年かけてね、キリンの画像を崩して、朝日が大逆転してトップになります。そっからね、2009年に一回抜かれただけで、ほぼ抜かれてないっすね。なかなかここまでのね、 と商品ってビールだけじゃなくて他の商品合わせても効かないですけどちょっとスーパードライを語っとくとまあ、ビールって今の本当の恒例のねおじいちゃんたちってもうキリンしか飲まないみたいな世代だったんですけどまぁ、あ、キリンが圧倒的なシェアだったんでねでこの1987年にドライが出て今までのビールとはね違う工房を使って炭酸を多くした工房なんですよねそれで辛いキレがあるっつって売り出します で、朝日ビールの CM に、見た目はね、アウトローって感じの、あの、ケネディ暗殺の本とかでこうブレイクしたね、あの、落合陽一さんのお父さん、落合信彦さんを CM で起用して、都市伝説系の作家の先駆けというか、国際ジャーナリストってまあ呼ばれてたらしいですけど、今の段階の世代の人たちにね、こうバンバンこうハマって売れました。おじいちゃんからすると、こんな味のないのはね、ビールじゃないとか言ってたらしいんですけど、あと漫画の美味しんぼでも、全然味ないとか書かれてましたけど、とにかくね、ビールを全く新しいものにした商品が、スーパードライですで。スーパードライ出した時に、当時 してたのがねこの2人の方です両方ね住友銀行出身の方なんですけど先輩後輩ですね村井さんが先輩で樋口さんが後輩なんですけど、まあ、今で言うねこの村井さんはプロ経営者みたいなこうマツダを再建させた後に朝日に来た人でお坊さん出身ですね朝日を儲かる体質に改善したのはこの右の樋口さんです厳しい人ですけどドライをねアンケート調査して結果から行けるってことで大々的にスーパードライを宣伝して売り込みました次に今の経営者ですけど工事社長ですね工事秋吉社長です長野県生まれで青山学院 部から朝日ビールのの部からに入っっててますすねね青山出身の社長って珍しいっすよこ、ね、ここまでで企業分分析してて多分初めてだと思うんですけどこの方は、労働組合の先従もっぱら従うって書いて先従なんですけど、先住って言って、10年間ね、労働組合の初期長をやってて、人事に行って役員になってるって、まあ、ありがちな感じなんですけど、朝日はね、労働組合強いっぽいんで、労働組合でね、偉くなったら会社でも偉くなるっていうパターンっぽい、そういう会社な気がしますけど、わかんないですけど、前の社長も労働組合幹部ですし、さっきのね、樋口社長 が経営している時も労働組合の力かなり強かったらしいんでね。 ま、労働組合が強いってことは、ちゃんと給料もベースアップしてくれたり、ボーナスを経営陣と交渉してくれたり、こう、労働環境やばくなってる時にね、ま、そういう視点とかあったら、助けてくれたりね、労働組合が行って支店長にね、労働環境改善を要求できたりしますんでね。組合気にしない経営者はいないんで、朝日に入ったら労働組合に入りましょう。まあ、時々会社の言うことばっか聞いて、偉くなるため的にやる人もいますけど、ちなみにナンバー2は日課の人ですね、ウイスキーの日課、コ月ツキ CFO です。ブラック日課のとこは朝日がね、買収してます。で、次にサラリーマンにとって大切な 働く場所ですね赤いピン立ってるところが本社で墨田区の東橋ででの橋まあほぼ浅草にあるんですけどこういう感じでね、結構有名なビルなんですけど、このスカイツリーの右にあるビルがアサヒビール本社なんですけど、これちょっと変な形してるじゃないですか。これね、ビールのジョッキを表してるらしいですね。で、右のこの金のオブジェは聖火台の炎を表してて、本当はね、こう縦に、これ横ですけど、縦につける予定が建築基準法違反になっちゃって、横につけたらね、なんか金糖みたいになっちゃって、とりあえずなんか社員の熱を表してるらしいんですけど、 そういうね、お茶目なエピソードがある会社ですね。営業の視点たちはもう全国主要都市に組まなくある感じで、まあ、どこで働くかわかんないって感じだと思います。あと紫のバツがビール工場で、青いバツが飲料系の工場ですね。まあ、工場も多い会社っすよね。ビール工場は割かしね、都心まではね、車使えばね、行けなくはない場所にあるかなって感じですけど、まあ、黒い丸が研究開発所、茨城県の森屋なんで、常磐ード使えばね、一瞬で東京まで来れるって感じですね。 で、次が会社の大きさなんですけど、ま、時価総額っていう市場から付けられてる企業価値で朝日を見ると、まあ、株価と同じ推移をするんですけど、10年前から見ておくてね、10年前は7000億円の企業価値しかなかったのが、それがね、17年12月期には5年後にはね、2兆6000億円まで跳ね上がってるって感じです。でもここでピークをつけて、まあ、足元ね、コロナの影響でお酒やっぱきついんでね、1兆8000億円ぐらいまで下がってきてる状況です。まあ、でも10年前から見ると右肩上がりね、推移してて、まあ、最近ちょっと不安が出てきたっていう、ま、そんな企業ですね。 で次が朝日の業績ですけど、まあ、ずっとね、過去10年間見ると、ずーっと増収増益の会社で来てたんですけど、これ、も、まあ、15年にね、一回凹んでいるように見えますけど、これは、会計基準変更しただけで、実質は増収増益と思ってください。ただ、19年、去年にね、久々の現役になりました。まあ、朝日スーパードライ、アルコールフリーのドライゼロがずっと伸びてたんですけど、まあ、為替の影響、為替が円高に触れてしまうと、海外に売り上げ、結構4割ぐらいあるんでね、売り上げが円ベースで下がってしまいます。まあ、円高に触れた年なんで、現役になったって感じですね。 あと去年ね、7月に雨が多く続いたんで、ビール飲料会社は当たり前ですけど、7月のね、暑い夏の時期にどれだけ売るかっていうビジネスなんで、雨が続くと業績が下振れます。暑さに強い学生さんは、まあ、ビール会社にアピールできるかもしれませんね。知らんすけど。あと今年はコロナの影響で、家で増えたって言っても、まあ居酒屋での消費がね、多いんでやっぱダメですし、飲料系もね、自販機中心にかなり厳しいようです。海外、ヨーロッパもロックダウンでね、海外事業も厳しいのが今年って感じですね。まあ予想はコロナの影響で発表してない会社です。それでも10年前は1000億届かなかった た会社ががもううう毎年2000億円ねね、えー、稼ぐよなな企業にっってきてるってきるのがアサヒです、ね、こっからが授業の説明なんですけど、入社したらこれらの商品を研究開発したり、作ったり、営業かけて売ったりすると思いますんでね。でまずは種類事業からですけど、なんといってもね、右上のアサヒスーパードライです。 これをザ・ジャパンブランドつって位置づけて世界中に売っていこうとしてます。あと、発泡酒でスタイルフリーがあって、新ジャンルでクリア朝日ね。で、この第3のビール、新ジャンルのプレミアム価格帯を作って力を入れてるのが左下のね、ザ・リッチです。左下のやつですね。 あと、ここに書いてないですけど、オリオンビールもね、資本もちょっと入れて提携してます。本島でもオリオンビール買えますもんね。あと、ノンアル市場1位のドライゼロもここですね。で、ビールの作り方を簡単に言っとくと、ビールの作り方的にはね、主原料は大きく3つあります。まず、二条大麦。麦にもいろんな種類があるんですけど、あと、ホップ。こう、苦いやつ。植物ですけど、両方海外から輸入します。あと、綺麗な水。綺麗な水が取れるところに、ビール会社は工場を建てます。で、この麦をよく混ざるように発芽させて、細かくして、水に入れてろ過して、ホップを入れてね、絞ります。で絞 取ったやつは麦の汁って書いて爆汁って言うんですけど甘いやつね。これ2回絞れるんですけど、この爆汁に酵母粉を入れて、この酵母の発酵技術がビール会社の腕の見せるところですけど、それをタンクに入れて発酵させるとアルコールと炭酸ガスに分かれてビールになります。 で、ビール工場の超でっかいタンクから出荷されるっていう流れですね。小麦とか麦貝を仕入れて工場でビールにして振るっていうね、まあ、そういう商売です。あと、ウイスキーで日課買収してますんで、竹鶴、ブラック日課のやつですね。で、ドラマでやってたらしいんですけど、マッサンっていうね、竹、え、鶴、ー、正隆さんですけど、最初はサントリーがウイスキーを始めるときに雇った人で、この人が海外に行ったときに仕入れた上流技術を活かしてサントリーもウイスキー事業を始めたんですけど、独立してね、サントリーから独立して北海道に行って日課を作ります。で、この日課を1 9 5 54年に買収したのがアサヒですねだから今は朝日で売ってます。中杯では住宅荷重で新鮮もぎ立てをテーマにね、贅沢絞り、もぎ立てストロングとかありますね。あと、ウィルキンソンも最近ね、中杯のとこやってますね。レモンとかハイボールとかね。もともと大日本麦市の時は、ウィルキンソン一緒だったんですけど、戦後製造と販売に分かれてたのが、1983年にね、朝日が商標権取得したブランドがウィルキンソンです。新店の日本の炭酸屋さんです。まあ、ハイボール割るやつでね、バカ売れしてるらしいんですけど、まあ、次の飲料事業に行きましょう。 ま、朝日飲料がやってる授業で、ウィルキンソンも入ってますけど、この6つがね、メインブランドです。まずは三ツ谷サイダーね。朝日飲料は三ツ谷サイダーから始まりますけど、1881年に、これもね、イギリス人なんですけど、同じ兵庫県でね、天然光線水が発見されて、兵庫の平野から湧き出た炭酸水を瓶に詰めてね、平野水として、えー、製造販売してました。で、ット経済集中排除法でね、分離するときから三ツ谷サイダーは朝日ビールが継承した感じなんですけど、あとコーヒーでね、ワンダーありますね。で、お茶で十六茶、美味しい水。 あと、カルピスはね、最近2012年に味の素からね、こう買収してます。売れてる量からランキングつけると、まずカルピスが1位で、次がワンダ。で、次にミツヤサイダー。で、次に16茶。お次に美味しい水。で、ウィルキンソンって感じです。ウィルキンソンはね、本当にね、最近ね、急激に伸びてるところですね。あと食品で、ここはミンティアが主力です。あと、ベビーフード。ここは和光堂っていう老舗の粉ミルク屋さんがやってるところですね。あと、一本満足バーとか、デュアナチュラ健康食品やってますね。 次に国際事業ですけど、単純にね、国内のビールはもう最近若者がね、ビール飲まないらしいんで、ある程度頭打ちの状態が続いてるんで、どこで利益を稼ぐかっていう時に、海外に目を向けてるのが朝日ですね。海外のでかいビール会社を買って、その販売網を使ってスーパードライをね、展開していこうっていうのと、海外のビール自体を日本に仕入れて、日本の市場を広げていこうっていう戦略のとこですけど、まずヨーロッパですね。ヨーロッパはかなり力を入れてます。まあ、ヨーロッパでも西と東があって、朝日は西はね、2016年にインベブって会社から、 イタリアのペローニこの右のやつですけど、イギリスでも強いビールで、このペローニとオランダのロールシュっていうブランドを買ってます。両方老舗のビールブランドですね。この西側を3000億円で買って、2017年にはね、翌年すぐですけど、東の東欧で、 強いブランドで、チェコ、スロバキア、ルーマニア、ハンガリーとか、まあ、あっち系ですね。あっち系で強いピルスナーってブランドを9000億円。だから合わせて1兆2000億円出して、欧州市場に攻めに行ってます。で、6月1日ですから、あともうちょっとなんですけど、6月1日に参加に収めるのがオーストラリア1位のビール会社のカールトンですね。オーストラリアの市場市は45%あるらしいんですけど、このカールトンの販売も使って、またスーパードライをね、振り込もうっていうね、そういう成長を目指そうって感じ。欧州でやったことを同じことをオーストラリアにやろうとしてますね。これもね1兆円 以上出してててままますすすかかかかなりり買収ににににも積極的に行ってますいっ海外展開に力入れてるかが分かりますよね当然そういう海外のマーケティングとか語学があるね、学生さんはもちろん重宝されるでしょうし、で、キリンがね、ライオンティアオーストラリアの2番目の企業、10年以上前から買って市場参加オーストラリアやってるんで、南半球でね、戦う場所を変えて、朝日とキリンのビール戦争。 どっちが勝つか見物ですよね。で、そんな感じの海外戦略が朝日です。その他事業でカルピスの健康食品のアレールケアっていうのがあるらしいですね。カルピスの乳酸菌技術を使った健康食品です。で、内定取れても将来潰れてしまったら意味がないんで、ちょっとバランスシートね、確認しときたいんですけど、朝日はね、現金がね、616円と少なくて、借金が1兆円なんでね、 かなり攻めの経営ですね。自己資本位率も34.6%しかないんで、もしね、海外事業で買った会社があまり業績良くなくなって、減損とか言ってね、会計処理で1兆円1兆円出して買ってますけど、ヨーロッパ1兆円、オーストラリア1兆円出して買ってますけど、そんな価値なかったですみたいな会計処理してガツンとね、純資産が減ってしまったらやばいっていうね、そういうとこはありますね。社員数なんですけど、買収しまくってますんでね、社員数はどんどん右肩上がりって感じなんですけど、上の青いところがグループ全体で、足元3万人の社員数がいるのが朝日ですね。で下がホール ホールディングスなんで155名なんでね。まず給料を見ていきたいんですけど、本体に勤めている155名ですね。ホールディングスなんで少ないんですけど、だからあんま意味ないんですけど、46歳で1250万円もらえる会社ですね。え、子会社に配属される人たちがいくらもらっているのかちょっとわかんないですね。で、種類事業で5700名いて、3500名が臨時社員ってかなり臨時社員多いですね。だから2200名ぐらいが、 実質の社員だと思います。で、飲料事業で3,500名のうち1,000名がね、臨時社員って感じですね。採用を見ていくと、アサヒホールディングスでは、新卒入社で73名、事、え、務、ー、系で55名、技術系で18名っていう感じですね。で、アサヒ飲料の方はこんな感じの推移です。 朝日のオカブ主なんですけど、特に目立ったオカブ主はいないっすね。そんな感じで今回は朝日グループホールディングスの企業研究でした。まあ、とにかくスーパードライと海外展開、この二つに力を入れてる会社です。まあ、借り入れもガツンとして攻めの経営なんでね、ヨーロッパ、オーストラリア成功したらかなり利益も稼げて、もっと将来高級取りなね、サラリーマンになる可能性もあるかもしれません。まあ、失敗したら厳しいんでしょうけど、キリンは買収でなかなかうまくいってないんですけど、朝日は本格的に海外展開進めてね、時間はまだ短いんで、これからの会社だと思います。ヨーロッパ オーストラリア興味ある学生さんにはいいんじゃないでしょうかいろんな企業研究動画出してますんでチャンネルページ飛んでもらって入りたい会社知りたい会社探してみてくださいそんな感じで今回は朝日さんの企業研究でしたお疲れ様ですバイバイ